港南線、地味ながら面白い路線です。最近総武線の中古車もやってきましたね。普通の209系と違うように見えますが、座り心地に関しては、皆様の想像通りです。要するに、普通に硬いです。209系だから仕方ないですが、